滋賀県の皆さん、こんにちは。今日は滋賀県庁からお届けしますよ。どうも、改めまして、長谷爆弾ロッシーです。というわけでね、私はね、滋賀県守山市出身というわけで、こちら、今日、こちら、ね、県庁、大津の方に来ています。来ていただいてます。いや、来ておらっしゃいます。ということでね、今回何しに来たと言いますと、滋賀県子ども県議会っていうね、お子様たち、子供たちが議長を務める会議が何やら行われてるところだったね。ちょっと潜入していきたいなと思いまして、いろいろ見ていきたいと思いますんで、行きましょうか。行きます。この子ども県議会は、滋賀県の小学校4年生から中学校3年生までの計30名が参加しています。滋賀県をより良くするために、子どもたち自ら各分野に詳しい人に話を聞き、周囲の人にインタビューをして提案をまとめてきたそうですよ。かもしれないんですけど、まあ、普段学校や地域で SDGs、外来種問題、医療に取り組むことで気候変動を防ぎ、持続可能な社会が作られる。ムンクル完成。滋賀に USJ があったら、大阪の USJ に行くときにかかる時間以上、楽しく遊びさせます。さあ、というわけでね、今から本番が始まるということで、議長の皆さん集まっているんで、ちょっと意気込みの方を聞いてみましょうかってことで、こちらの方々です。どうぞーです。いや、どうもこんにちは。こんにちは。ロッシーです。というわけで、早速ね、今から議会というわけで、皆さんね、いろいろ練習して意気込みあると思うんですけども、どうでしょうか。めっちゃ緊張します。緊張するよね。ねえ。じゃあ、こんな話するんだよっていうのを、お名前は？森ゆうまです。森ゆうま。ゆうま君、何をお話しするの？共生社会です。え？共生社会についてです。あ、ロッシー分からへん。お茶分からへんわ。共生社会って何？さまざまな人々が、はい、分け隔てなく暮らせることのできる社会です。はい、しっかりしてるな。全然してないです。すごいね。どんなことになるか楽しみですよね、それがね。ありがとうございます。そしてお名前は？藤井香音です。香音ちゃんは何をお話しするのかな？私は子ども宣言といって、子どもたちが滋賀のためにできることを宣言するチームです。すごいな。ちゃんとすごい2人っていうか、もうずっと皆さんすごすぎない？ちょっと僕みたいにちょっとね、残念な子いいのかな？ダメなやついいのかな？しっかりしてるな。頼ますよ。はい、じゃあ本番頑張ってください。そして。はい、次は是非ソウタです。ソウタ君、ソウタ君は何を？僕も子ども宣言を。え？僕も子ども宣言をします。子ども宣言、じゃあ頑張ってくださいね。はい、はい、そして続きはお兄ちゃんは、大橋生徒君、生徒君は何をお話しするかな？子ども宣言。みんな子ども宣言、すごいな。子ども宣言、やっぱチームとして頑張っていかんとね。楽しみです。頑張ってね。すごいね。そして最後、名前は？カンタ君も何を？子供宣言。俺も大人宣言で参加しようかな、これ。ちょっとね、楽しみしてますね、本番ね。大きい声で、一生懸命気持ちを伝えたら、理解通ると思うんで、皆さんの考えた法案が、次の滋賀県を変えるかもしれませんので、頼ますよ。はい。頑張っていくぞ。えい、えい、おー、来てください。楽しみしてます。ここが滋賀県の県議会の議場か。子供たちが入ってきて始まりますよ。わあ、こっちが緊張してきたわ。これから子ども県議会を開催します。
セミナーを行います。リサイクルやフリーマーケットなどに参加したり、食品が腐る前に食べたりするだけと簡単です。そこで私は皆さんが SDGs に取り組める提案をします。まず小中学校で SDGs の参加方法について調べたり、高校で SDGs のポスターを作ったりする授業を行えば、これから大人になっていく若者が SDGs に参加するようになっていきます。34番丸山奈々さん、発言をしてください。差別のない国籍にとらわれずに活躍できる滋賀県へ。47.9% の人が普段生活を強いて外国人の県民との存在をあまり自覚させない、または全く身近に感じないと回答していました。安心して暮らし活躍できる社会を作れると思うのですが、いかがでしょうか。さまざまな交流の機会を増やしてですね、自分の文化、他人の文化について理解を深めることは非常に大事なことだと思います。でそのためには相手のことを知ることも大事ですし、自分の文化をしっかり滋賀県説明できるようにしておくということも大切かなというふうに思います。故障は無意識にされたかどうかの病気で治療薬がありません。自故障を知らない人から見ると不審な人が行うことがある。脳が自故障だということを先生にされたらフォローしてくるようになりました。27番、林佳穂さん、発言をしてください。提案します。水曜日と日曜日に同じ通りと教え合う時間を全ての小学校で作ったらいいと思います。幻の城、安土城の秀吉の館の復元と白コインで滋賀の城を有名に。滋賀県には城跡が1300カ所以上あります。しかし滋賀県観光統計によると、歴史文化に関する観光客は令和元年から令和3年にかけて 1.4% になりました。滋賀の良き子を知らない人が多いのではないかと思います。滋賀には古国の豊かな自然や歴史を感じる場所がたくさんあります。子供宣言の皆さん、私たちは人と自分の当たり前は違うから、自分の当たり前を押し付けません。私たちは困っている人を見つけたら状況に応じて声をかけ行動に移します。私たちは地球温暖化を少しでも防ぐために、こまめに電気を消したり、外出の時は車の代わりに自転車や公共交通機関をなるべく使用するようにします。私たちは滋賀県の農業や産業を発展させるために、滋賀県産の食べ物を買う地産地消の取り組みをします。私たちは綺麗な都や固有種を守ります。ゴミを見つけたら積極的に拾います。困った時には助け合います。私たちは滋賀県について興味を持ち、良さを発見して、その楽しさを宣伝します。私たちは自分や周りの人の命を守るために、交通ルールについて詳しく知り、友達などに広めていきます。私たちはお祭り、歴史ある行事に参加し、歴史への関心を深め、伝統を伝えて次でさせません。私たちは全てのものが、いろんな職業の人が働いて作られたから大切にします。たくさんの提案をいただいたり、そして、いいな、僕らも一緒にやらなあかんなって思える子ども宣言を作っていただいて、それを採点意見をいただきましたので、ぜひこれからの県政にしっかり生かしていきたいと思います。今日この場にいて、いろんな希望を感じました。僕一人じゃなくて、一緒に考えてくれるみんながいるんだなということを感じて、すごく元気になりました。ぜひですね、一緒にやりましょう。一緒にやりたいと思います。そのために話し合ったり、そのために意見を聞いたりする場をこれからも作っていきたいと思うので、ぜひ参考してください。滋賀県ではこれからも子どものために、子どもと共に作る県政を大事にしていきたいと思いますので、引き続きご理解ご支援賜りますことをどうぞよろしくお願いいたします。それでは皆さん。
最後にもう一回言います。一緒に頑張りましょう。以上申し上げて私のご挨拶をさせていただきます。ありがとうございました。子ども研究会を実現させていただきたいと思います。ありがとうございました。ちょっといい時間でしたね。いや頼もしいですよね。ね、いいですね。みんなの、はい、この頑張りがすごく力になりました。もう僕も機会の参加していただいて、ぜひぜひ、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、今日は時間、素敵な時間ありがとうございました。こちらこそありがとうございました。はい、というわけでね、議会の方終わって皆さんがこちらに行きます。じゃあ早速これ SDGs について発表した人、傍聴してる人とかに、うん、あ、意味とか分かってもらえてるかなってちょっぴり不安になりました。差別の問題についての、最初はすごい緊張してたけど、はい、やってみたら自分の思いをちゃんと伝えられて、うん、すごい達成感がある感じです。幻の夏事情はどうでした？自分が日頃思ってた滋賀県のことを、うん、なんか知事とかそういう大人の人に伝えられてよかったな、うん、みんなが集まってみんなで楽しめるバッティがね増えたらたくさんあったらいいもんね。次図書館かな、うん、ね、図書館どうでした？漫画ね、本図書館本当にできてほしいから、うん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 、それが本当に知事たちに聞いてもらえてよかったなって思います。確かにそう、みんな集まってワイワイ喋るとこにな漫画あってもいいと思うし、漫画から次ね、あ、例えば、あ、日本の歴史これ知らんな、こんなこっちの歴史の方見ようかと思うもんね。すごいな。そして、地場産業。いや、めちゃくちゃ緊張しましたし、うん、やっぱりあの私たち子どものなんか生の声じゃないですけど、うん、そういうのを聞いてもらう機会がもうないので、これ以外に、はい、めっちゃ貴重な経験させてもらったなと思います。いや、カヌーチームでやってるんですけど、うん、浜が結構広くて、うん、いっぱいゴミがあるんで、あんだけゴミあったらあかんよな、はい、と思うよな。議長、あ、そうだ、議長か、上手でしたよ、議長のお二人。前回に初めて資料もらって、うん、そこから日本語の練習をして、うん、あの、まだ今日喋って、今喋ってない、盛り上げる、盛り上げるやつだ、そうだ、あったねほんまにやっぱり仕上げのこと考えていかなあかんよな。ほんま心を大にしてね、伝えてきたよね。皆さんは何ですか？私たちは子ども県議会のサポーターとして、はいはい、子どもたちのサポートをさせていただいてます、はい、今日はどのようなサポートしてたんですか？今日は議場の中で子どもたちのサポートであったりとか、はいはい、実は傍聴席の上からも、はい、あのサポーターたちがいて、はい、あ、この子たち大丈夫かなとかみんなで連絡を取りながら、はい、あ、この子ちょっとまた演奏かもしれないですか、そんなことを今日はしてもらってます。すごいなぁ。ちゃんと見てたんですか？感動しながら。感動しました。ということは皆さんは出身はもともと子ども議員を、私たちも子ども議員をやってたんや。すごいな、やっぱりみんなしてたんや。私は広報課さんとかと関わっていただいて、うん、滋賀県の公用車にご当地ステッカーを貼って、うん、滋賀の魅力をアピールしようっていうのを提案させていただいて、うん、実際に公用車に貼って滋賀県内回っていただいてます。すごいな実現組や、はい、あ、すげーなぁ。そして、ね、彼女は7年前、7年前組、ほんま7年前、え、で4回くらいして、はい、4回目が中学校2年生の時に、はい、県のなんか歌を作ったらいいんじゃないかな。え、面白そうそう、そうなの、なんかあれ、あれなんでやなんでやの、作ったらええのにまだ間に合いますよ。そして彼女は、あ、私は、はい、15年くらい前に、15年、はい、一番お姉さんの、はい、この中で、はい、にまあ、4回ぐらい、議員をさせていただいてまして、そこから10年あのサポーターをさせていただいてます、うん、ずっとサポーターしてくださいほんまに、はい、ありがとうございます。子供、ね、のこの議会を守り続けてくださいどうですか今の今回の議会のメンバーはどうでした？すごかったです。僕たちより多分賢かったかなっていう、実際に議会で案が通って子供用パンフレットっていうのを作って、ほう、作りました。ワクワクドキドキ滋賀探検、滋賀探検、
かわいいな。よう見たら魚、屏風見たら魚、琵琶湖の魚なってる。こんなんとかも、近江商人ね、確かにそうやな。ああがんわ、ずっと呼んでまうわ、遊んでまうわ。晴れた日は外で遊びたい、イエス、滋賀県といえば琵琶湖だ、イエス、動物と触れ合いたい、イエス、アクティブタイプです、僕は。滋賀の自然を体感するにゃ、5P5、あかん、このようにあかんわ。どん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 やってます。これが楽しいね。これをやっぱ発案したってことですね。実際にこうしてね、夢叶うんですよ。どん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 実現していくんで、どん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 子供議会を、はい、やり続けてください。噛んだ最後。まさか、滋賀県の子供が、あそこまで素敵な議会を振り広げられてね、皆さん。本当に素敵なお子さんたちでしたよ。あんな素敵な会議ないです。僕はちょっと勉強になりました。これで滋賀の未来は安泰です。めでたし、めでたしですよ。はい。以上、野生爆弾ロシでした。それではです。さよなら。